ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。今朝はですね、私パンサー向井のフラットという TBS さんのラジオ番組に生出演をさせていただきました。月曜日から木曜日朝8時半から11時までやってるということで、まあもうバスケット大好きなね、ココリコの田中さんが出ててですね、はいはい、オファーをいただいて行ってきました。はい、まあその模様はもう生放送なんで私どんな感じになってるのかちょっとわかりませんけども、一応ラジオ仲間ということで、はい、レディオ仲間ということで、レディオですね。ご紹介をさせていただきました。はい、でですね、島田のマイクのステッカーをですね、はい、田中さんと向井さんにお渡ししてきましたからね。で、一緒に写真撮ってるんで、私またインスタかなんかであげますので、皆さんチェックしておいてください。お願いします。それでですね、おはがきをいただいております。はい、まずは、フルフルさんですね。もうフルフルさん、もうありがとうございます。常連ですね。もう常連、ありがとうございます。ありがとうございます。フルフルさんは、いっぱい書いていただいてるんですよ、はがきに。そうですね、盛りだくさんの内容を書いてますね。ステッカーを私が八王子で2枚を差し上げてとても幸せです、かっこ家宝ですって。島田のマイクステッカーを家宝とかって言っていただけると、なんかもう私的にはどうしていいかわからないですよね。なんか大丈夫ですかね。本当になんか責任重大ですよ。ありがとうございます。ほんで、本を読んでくださってですね、まあちょっと読書感想文的に書いてあるんですけども、最強のスポーツクラブ系バイブルを拝読しましたということで、まあ B リーグが日本中で最高のエンターテインメントとして、まあ世界に通用するようなリーグになる未来をワクワクして、おりますということで、おはがきをいただきました。ありがとうございます。そしてもう一枚、モップさんです、これ。モップさんもちょいちょいいただいてますよね。はい。このモップさんのハガキがですね、島田さんこんにちは、私にもアリーナグルメ自慢させてくださいということで、レバンガ北海道はオリモドッグ、レバンガ丼、パキスタンカレー、ナルトのザンギなど美味しい食べ物がいっぱいあります。次来た時にぜひ召し上がってくださいと。これなんか並びがすごくないですか？オリモドッグですよ。レバンガ丼、まあ、ここまではなんとなくレバンガ感あるじゃないですか、はい、急にパキスタンカレーってこれ普通じゃないですか。パキスタンのカレーですよね。ちょっと気になりますね。気になりますね。ありがとうございます。じゃあ今度チェックさせていただきます。そう、私オリモさんの引退試合に行くので、もしこのオリモドッグ、レバンガ丼、パキスタンカレーが出てればですね、ちょっとチェックするんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしますって何をよろしく出してください。出店してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日は、まあ、ちょっと出張シリーズ含めて、はい、いきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイク。はい、それでは本編の方に入っていきますけども、5月の1日に、はい、熊本に行ってきました。はい、で熊本でですね、まあ本当に、ホーム最終戦かな、本当に佳境なタイミングで行ってきたんですけれども、はい、本当に香川と競ってましたよね、かなりね、大接戦でしたね。1位争いがかなり競ってて、まあ、試合は、まあ、ちょっと非常に佐賀のシュートタッチが良くてですね、はい、103対80で敗れましたけども、うん、まあ、会場は盛り上がっておりました。はい、で、まあ、オーナーの方とかですね、大きなスポンサーさんとか、まあ、何人かとご挨拶をさせていただいて、まあ、ちょっといろいろあったんで、今後も変わらずご支援をいただきたいということのお願いも兼ねて行ってきたんですけども、まあまあ、本当に少し私も心配だったんですけど、皆さんこう変わらず応援していくというスタンスをもう明確に言っていただいてたんで、ありがたいなと思いました。そして、試合前に私も少しお話をさせていただきました。お立ち台みたいなところに上がったんですよ。おお、はいはいはい。お立ち台ですよ。普通のところでよく喋ってらっしゃるイメージなんですけど。普通そこじゃ喋らないんじゃないかなっていう、ところで、まあ、これもちょっとシュールなんで、私のブログ見ていただければ、どこで喋ってんねんっていう感じですけど、まあ、いろんなステークホルダーの方と話してね、変わらず応援しようっていう確認もできたし、はい、ファンの皆様も変わらず応援いただきたいっていうような話をさせていただきました。
で夜はチーム関係者の方と食事をしたりとかしてね、で帰ってきました。もうこれ久しぶりだったんですね、熊本この会場。はいはいはい。その熊本がですね、まあ、先週末ですね、プレーオフのファーストラウンドで、見事西宮にオーバータイムの末、劇的勝利ということで、セミファイナルに駒を進めて、まあ、そこで、勝利を収めるとね、ついに悲願の昇格ということになりますので、頑張っていただきたいと思います。頑張ってください。はい。そしてですね、千葉ですね、本当にね、この東地区の B1 の優勝が一体どこなんだというのがもう最終戦までもつれ込みましたね、はい。で、まあ本当に何ですかね、土曜日の段階で千葉が渋谷に勝って川崎が三河に、敗れると、その時点で千葉が優勝と、はい。で、万が一千葉が敗れて川崎勝つと、逆に順位が入れ替わって川崎がマジック1ということになるというような状況だったんですよね、はい。まあ結果としては両方勝ってですね、千葉のマジック1で日曜日を迎えて、はい、千葉が、勝利をして、まあ、優勝という形になりました。東地区優勝ですね、はい。で、私も超迷ったんですよ、これ。ずっとどこに行くんだと。これ実はもう、最後、事前の可能性としてはもう、沖縄での可能性もありましたし、そのちょっと前の、もしかすると、宇都宮でさえもあり得るかもしれないぐらいの、はい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 、状況はかなり前からはあったんですよ。はい。でも、どん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 もつれてもつれて、はいはいはい、まさかの最終ゲームですよ。そうですね。で、私本当にね、川崎の可能性と千葉の可能性で、どうするとこれ、どこに俺は行くと言った時に、まあやっぱりこう公平でありたいので、何を基準に考えようと考えた時に、やはりこう勝率が上のところに、やっぱ控えるべきであるということで、はい、うんうん、本当にもし千葉が土曜日敗れてて、川崎が勝ってれば、私は日曜日、はい、三河の会場に行く予定だったんですよ。うん、まあ、結果そうならなかったんですけどね。ですんで、もう、あとはもう本当にね、もうなんだ、横浜あたりでね、試合見てて、いざとなったらどっちでも行けるように真ん中にいようかとかね、まあ、結構悩んだんですよ。まあ、ちょっと SNS とかでもね、島田さん二人いる説とかね、ちょっと出てましたけど、二人いないんで、二人いたら楽ですけどね、一人ですから皆さん。ということでそこに行きましたと。で、まあ、東地区で優勝したんですけど、まあ、これで先週末の日曜日をもって B1 から B3 まで全ての日程を終えました、はい。まあ、コロナの影響があったんで 89% ぐらいかなの消化率ということで、昨年よりも本当に試合を続行することが難しい厳しいレギュラーシーズンとなりましたね。で、ちょっと皆さんにお伝えしたいのが、かなりやはり皆さんこう気になってたのがですね、こう、もう最後試合数がわからない、もう違うから、はいはいはい、もう順位とかもうよくわかんなくなっちゃったじゃないですか。はい、まあこれはまあ結果として致し方ないんですけども、まあその分かりづらいっていうのはまあ結果論なんで、まあファンの皆様からすると、なぜこの勝率なんだということで、はい、試合数の多くていっぱい勝ってるところがあるのに、はい、少ないがゆえに勝率が高くて上に行くっていうのは理不尽じゃないかみたいな話は、たくさん来ましたね、私にもね、はい。で、まあ、もちろんそのご意見もわかりますと。ただ、大前提として、この順位付けをする、何で決めるかっていうのを勝率で決めようっていうのは、はい、昨シーズンもそうであったと。で、今シーズンどうするという話を、全クラブの社長で話し合いをして、はいはい、どこまでコロナがあの時点で感染拡大するかわからないけども、また、試合が中止になるようなことがあった。暁には何が一番平等なんだろうかということで議論した結果、まあ、昨年同様ね、勝率で決めていこうということをしました、はい。で、やっぱりあとはクラブに対してもね、世の中に対しても選手に対しても、まあ、このコロナっていうのはみんななりたくてなってるわけじゃないし、はい、その避けようというふうにみんな努力をしてくれてるんだけども、うん、もう家族感染だとか、市中感染だとか、もうその不可抗力的に感染したりとかして本人たちの努力とは別のところで起こってしまうんで、はい、それでそのクラブが不利益になるようなことっていうことをベースにルールを作るっていうのはないよねと、はい、いうことで、まあ、勝率が一番妥当なんではないかということで、我々のリーグの感染ガイドラインにのっとった上で気をつけてる選手たちであれば守っていくよって言ってることも背景にあり、この勝率で順位を決めるっていうことにしました、はい。結果としてね、クラブによって試合が数が大きく差異があったっていうのは事実ありましたけども、それはね、もともとこのシーズン前にみんなで議論して決めた時っていうのはどのぐらいその差が出るかなんて
全く読めない状況で決めてるんで、はい、ちょっとファンの皆様にはね、なんでそんなにするんだって、途中からでもいいから変えたらいいんじゃないかとかっていう声もあったんですけど、さすがにそれを前提にルールを作って走ってるのに突然変えるとかなんていうのは我々プロリーグなのでとてもじゃないけどできないので、今回はこういうルールにさせていただいたんでということです。で、そもそもこの件もそうですけど、 B リーグって、まあ、結構私にその勝率のなんでこのなるんですけど、こんな大事なことを基本的に私が独断で決めてるわけでは皆さんないですからね。本当にみんなで一つ一つ会議をしてみんなで決めてますから、それが公益社団法人ですから、はい、社員であるクラブの皆様と議論をしてルールを決めていってると、はい、いうことを皆さんにご理解をいただきたいなと思いました。はい、ということでですね、いよいよ今週末から B1 のチャンピオンシップが始まります、はい、で B2 に関してはプレーオフのファーストラウンド、クォーターファイナルが決まってますね、はい、でまず B2 に関してはファイティングイーグルス名古屋が越谷アルファーズに、で熊本ボルターズが西宮に勝利をして、セミファイナルに進出を決めてますと。で仙台と福島の結果は3戦にもつれ込みましたが、仙台が勝利して香川佐賀バルーナーズに連勝ということです。ですので今週末 FE 名古屋と熊本ボルターズ、そして、仙台 89ers と香川ファイブアローズと、このカードでこれは勝んないですね。この今回のベスト4はまあまあ実力のあるクラブが4つ揃ってるんで、はい、まあ、この勝利すればですね、いわゆるファイナリストになればまあ昇格が決まるということなので、はい、まあ、最後、まあ、優勝するかしないかってなるけど、まず一番の目的は皆さん多分昇格だと思うんで、本当に面白いねこれね。楽しみですね。皆さん楽しみにしててください。で、B1 のチャンピオンシップにつきましてはカードが決まりましたね。はい、琉球ゴールデンキングス対秋田のオーザンハピネス。これ秋田ですね。皆さん秋田すごくないですか。初ですよ。秋田はですね、 B2 に降格して苦しんだこともあり、そこから上がってきて、まあ、群雄割拠の東地区においてこの結果を残しているというのはすごいなと思いますし、はい、まあ、最後ね、ドラマチックでしたよね。クラブの、ね、あのロッカールームのね動画を見て私もテンション上がりましたよ。だって渋谷が2連敗、三河が2連敗、はい、秋田が2連勝をしなければもうそれしかないっていう状況の中で、うん、獲得じゃないですか。これドラマチックですよね。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。まあちょっと強敵のね、琉球ですけども、まあこの琉球と秋田っていうのはもう BJ リーグ時代からもう何度もファイナルで戦ってきたもう強豪同士ですから、はい、もう頑張ってください。もう秋田シューター多いし、もうキングスも簡単に勝てないんじゃないかなと思ってますね。で、アルバルクと島根ですね。島根のホームでやります。これ実は私島根のホーム行きますから、日曜日に、はい、日曜日に行こうと思ってますんで、島田の皆様どうぞよろしくお願いします。そんで川崎ブレイブサンダースと名古屋ダイヤモンドドリフィンズのゲームス、天皇杯との連覇をかけてますからね。そうですね、まだ連覇ないですから B リーグ始まって。そうですね、うん、連覇というかいわゆる天皇杯と B リーグチャンピオンっていうのは両方取ったクラブってないんですよ、うん、まあ、当然のことながら天皇杯先にやるんで、大体天皇杯後のクラブのインタビューを聞いてると、もう B リーグも制しますっていうのを大体皆さん言うんだけど誰も取ってないんですよこれ。そうですね。でも今年の川崎は強いですよ。強いですね。だからもうかなりいい感じじゃないかなって思ってますけど、名古屋も非常に良いチームなんでどうなるかわからないですね。はい、楽しみですね。で最後宇都宮ブレックス対千葉ジェッツということで、幾多の行もう結構熱いゲームをしてますけども、千葉のホームでゲームがありますと。だからこのカードを見てもはっきり言って全くわかりません。教えてどうなるこれ。これ一個もわかんないよ俺。どれもわからない。もうなんかここはここだろうな、ここはここだろうなってあるじゃないですか。はいはいはい、わからない正直言って。なんで全然もうここまで来るとたまたまその順位によって対戦カード決まってるんだけど、レギュラーシーズンの順位なんてもうこれ見るともう関係ないね。そうですね。このベスト8はもう全部が優勝する力を持ってるクラブだから、はい、その今毎年ねなんとなくこう B リーグでできてから上位こうここら辺じゃねえのみたいなのあったじゃないですか、はい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 、でも本当に今シーズンのこういう島根とか秋田とかがこう終わって入ってきてる、はい、この状況というのは本当に嬉しいですね。嬉しいですね。うん、
ということで、クォーターファイナル今週の金曜日から沖縄でスタートしますから、皆さんぜひお見逃しなく。そしてクォーターファイナルの結果はまた来週皆様にお伝えしたいと思います。今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介いただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ですね、5月の2日に、B リーグの公認の最強のスポーツクラブ系バイブルということで出版をさせていただきましたけど、ちょうど1週間ぐらい？そうです、10日ぐらいですかね。10日ぐらいか、はい、売れてんですかねこれ。どうなんですかね。ちょっと私そういう情報全く持ってないんで、なんとなく私の周りの人は買ってくれてますねこれ身内受けしてるだけだったら大変なことになっちゃうんで、まあ、広くね、あまねく多くの方々に B リーグを知っていただきたいので、ぜひ、まあ、書店もしくはネットでね買っていただければと思います。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。